皆さんこんにちは、プロボーラーの小林よしみです。この度 YouTube コバ TV のチャンネルの登録者数が4万人を突破いたしました。イエーイ。そこで記念グッズを作成いたしました。今着ているこの T シャツ、4万人記念 T シャツを作りましたので、皆様ぜひチェックしてください。数量限定となっております。早い者勝ちなんで皆さん要チェックです。ぜひよろしくお願いいたします。まあ今日もちょっと簡単にね、あの合同レッスンする前にワンポイント皆様にアドバイスしていきたいと思いますので、よかったらこちら17番で聞いていただければと思います。今日の話は、まあ別に今日が全てではないんですけども、構えのことについてちょっとお話ししていこうかなと思ってですね、今日特にボールが曲がらなかったり曲がったり、どっちなんだかよく分かんないなって方多かったと思います。で、今日僕はね、実際にやっぱりレーン難しかったんですけども、いつもよりちょっとこう回転数を上げるような、取り組みをして、まあ、スコアがある程度成り立ったんですね。でも皆さんにいきなり回転数上げろって、そんな無理なことは言わないです。じゃあ何をするかっていうと、いかに楽に投げれるかっていうと、構え方の話なんですけども、ボールを持つ時の、皆さん結構ね構えてる方で、よく横から見てるとこうやってカップして構えてる方めちゃくちゃ多いんですよ。見えます？こうやって皆さんカップしてるので、こうやってカップすると、じゃあ例えばすごい力がある人だったらいいんですよ。このカップの状態でこのまま持ってきてこうやって投げれればね、ボール転がせるしいいんですけども、まあ、そんな人はなかなかいませんので、ほとんどの人はどうなってしまうかって、構えた時に力が入りすぎてしまって、プッシュアイをした時にみんなガクンってこうなっちゃうんですよ。でこうなってしまうと、リリースする時にボールの上を撫でるような形になっちゃうんですよね。こうやってボールの上を撫でてしまうと、ボールって転がらないんですよね。要はスピナー回転って言われるような、形になってしまいます。なのでこれをどうやったらもうちょっとボールをこの半円よりも後ろで押すことができるか、こういう状態ですよね。要はこの状態でボールを押せればボールは転がりますが、この状態でボールを押そうとしても押すことができないから、手が回るだけになっちゃうんですね。でそれを構えた時に、ほとんどの方はみんなこうやってすごい力が入っちゃうんで、プッシュアウトした時に下ろした時に力がこうやって入っちゃって降りちゃって、結局力が入らない状態でボールを押すことができなくなっちゃうということなので、今日特にリスタイしてる方も、結構多いと思うんですけども、しっかりとねリスタイしてるから手首をなるべくこういうふうに折らないで、こういった形で少しね、あのブロークン状態というフラットな状態をちょっと意識してください。で可能であれば投げない手でしっかりボールを支えてください。投げない手で、これ僕の動画で何回も言ってます。こうですね、こういうふうに自分の理想は投げない手に8割ぐらいの重さを感じるぐらい。だから皆さん多分ほとんどの方は投げるときってボールをこっちの持つ手に8割ぐらい、もしかしたら9割ぐらい力が入ってるんですよね。でも本来はこうじゃなくて、投げない手でボールを支えてあげることによって、投げる方の手はすごく楽に投げれる。そうすると力が抜けるので脱力して、よく言われてるようなそういうボールを高回転を与えるようなね、ことがカップすることができるんですよね。こういうふうに。でも力が入ってたらもうなかなかうまくいかないんですよね。なのでそういった意味でちょっと構えた時に、今日一人一人ちょっとポイントで、レッスンしていく時にちょっと見ていきたいのは、投げる手ではなくて投げない手でしっかりとボールを押さえて、いかにこっちの投げる手で力が抜いた状態、リラックスした状態で投げれるかっていうのをチェックしながら、ちょっと見ていきたいと思います。今日はねレーン難しいんで、あんまりレーンコンディションのことどうこうというよりも、投げる、ことしっかりと、力を抜いた状態、抜きながらしっかりリリースの時にはパワーをしっかりと押せる、そういったような、投球ができるような、ちょっとできればと思っておりますので、ちょっとその辺をポイントとしてやっていきたいと思います。ということで今から30分ぐらいですけども、今日はちょっと23、24の方が早く終わってますので、23、24の方からレッスンを行わせていただきたいと思いますので、皆さんちょっと暑いのでね、あの休憩しながら、あのちょっと最後、15、16に回ることにはだいぶ時間かかっちゃいますので、
ゆっくり休憩しながら、投げていただければと思います。それではやっていきましょう。それでは30分ぐらいですね。今から30分間、はい、フリートークになります。よろしくお願いいたします。